こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2024年2月6日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい。今週はミュージック、バズ、ネット、芸能、アイテム、エクササイズ、アトラクション、アイテムというのがございます。アイテム、さあ、それでは平子さんに弾いていただきます。アイテムは聞きたいですね。アイテムね、これじゃないですか。いったど真ん中。アイテム、アトラクション、アトラクション、アトラクションのゴシップ、ラジオネーム、雨天猛天南極点、富士急ハイランド、さまざまな共感性周知を体験できる新アトラクション、ゾワゾワ誕生。怖いもの見たさで挑戦するも半数以上がリタイア。ゾワゾワ。どういうアトラクションなんだろうね。屋内型、映像を見るタイプのやつかな。うわぁ。なんか大学サークル対抗のなんかクイズ番組みたいなやつの自己紹介。うわぁってなるやつ。その連続。見取り図のリーとか、俺、ま、無理っす。乗れないっすよ、マジで。何でもやるからな、富士急は。こういう絶叫はないね、今まで、ね。ないね。嫌だね。ある意味、こういうのあってもいいかもしれない、ね。嫌だな。気色悪いな。怖いわ。怖い。なんか、勝者と敗者に分かれるタイプのやつとかね。で、敗者インタビューで、なんか変なタイミングで握手求めて滑ってる、クイズに参加した大学生とか。謎にメットかぶらされそうだな。最後いるこれってやつね。こうなると長島スパランドさんも黙ってないから、ね、あ、そうですね、出すだろうね。同じやつ続々いきますか。芸能のゴシップ、はい、ラジオネーム、おもちボーイ、角田信明が72時間ぶっ通しで太鼓を叩き続ける角田鬼太鼓に延べ3万人が熱狂。なんだこのイベント。いや、どこでね。3万人って結構だよ。結構だよ。結構だよ。3万すごいよ。鬼太鼓。角田さんがじゃあ、太鼓のライブやりますってなったら、うん、例えば関係者席、うん、マネージャーから、うん、なんか角田鬼太鼓の、あの、関係者席、招待来てんだけど、どうするって来て、なんつ、開いてんだよ。な、浴びたら開いてんだわ。ああ、そうだね。うん、で、アベマで見るからいいやつ。アベマでやんねん。アベマでやんねん。アベマでやんないっすか。もう一切の配信なし。配信なしよ。ほんとライブ感で、ライブ感、こう、太鼓の圧を皆さんに、太鼓の圧を皆さんに届けないんですっていうコンセプトのもとだから、ない、配信系ない。配信なし？ないないない。だって、圧が届かないもん。72時間？うん。アリーナだよ、アリーナ。スーパーアリーナ。アリーナ、スーパーアリーナ、それは3万レベルだったらそうだよ。アリーナか、考えるな。だから、ね、別にこの72時間行けってその中のちょっと本当に2時間とか、ちょっとだったら、まあまあ、うん、一瞬ぐらいちらっと見に行こうかな。意外とラスト3時間とか見たら最後意外と泣くんじゃない。あ、角田さんはもうラスト3時間ぐらいからもう泣き始めてて、途中誰か出てくるんですか、ゲストは。当たるよ、当たり前じゃん。その音に合わせてアーティストとか出てきたりするのか。アーティストでバーってやったり、ね、ミックスして、うわーやって、角田さんその中でも叩き続けるけど、うん、で最後は、うん、ゆっくりとガウンを着た人物が出てきて、うん、バッサッと、うんうんうん、高田信彦さんですよ。出てきそう。いや、いいね、それは。うん、で、横で、うん、で、角田さんもサプライズだ。うんうん、そこで涙腺崩壊、角田さんのブワー、うん、で、高田さんも角田さんの背中パーンって張って、うん、もうちょいパーンだって、ドンドドドンドドンドドンドン。泣くと思うよ、意外と。3万は無理かな、やっぱこれ。このイベント。いける？入れ替え制だからね。ああ。
全中高。で、どこにもやっぱアーティストが来るから、それは発表されてるから、見たいアーティストのところでやっぱりファンは来るし。ってことはじゃあ、アイドルとかも呼ぶんだな。アイドルもいる。ちょっと、和の系の。お笑い系も。あ、もちろん。リズムネタ。もちろん。あ、もちろん。出てくる。あとは、で、意外と、中の時間帯出てきて、世界の終わりがかっこよかったって。ああ、ありそうですね。そのパターンありそう。全然やってくるからね。ヌーさんとかもやりそうだね。そういうの楽しむタイプなんだね。ああ、いいね。うん。ああ、かっけえな。だヌーが前半入ってたら、うん、そこも入るし、あと投資もあるからね。あ、投資チケット。出入り自由。それがまあ集まるね。そのアーティストの、ね。そう、もちろん。で、角田さんを中心に。で、角田さんが言うのは、うん、自分っていうよりは、この対抗軸に、日本のエンターテインメントの広がりを見てほしい。ということで、意外と海外からのお客さんも少なくない、で、インバウンドもあるし。それは集まるかもしれない。角田鬼太鼓。途中でアクシデントで、バチが折れちゃう。ああ。相当遅いよ、ね。もちろん。72時間。なのに、うん、うん。で、それはもうサポーターがささって。いや。その間、一本でダン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 って、頑張れ、負けんなよ、角田ダン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 。で、こっちに なってない、お前みんなでストンプで、ダンダンダン。うわ、感動しちゃうよ、そんなの。うわ。意外といいイベントじゃない。鬼太鼓。特別ゲスト、これは熱いよ、うん、これは前半中後どこに行くかちょっとシークレットで、はいはい、ブルーマン呼んでます。うわあるあるあるありますね。ブルーマン呼んでます。あー来るね。持つぞこれ。角田鬼太鼓。投資チケットいくらかっていう問題あるけどね。それだよな。これはチケット前売り制っていうよりは、出るときあなたの感じた圧分お支払いください。だね。はあ、男だな。やっぱスポンサーは結構でかいところちゃんとついてるから、そこはちゃんと確約はあるけど、トヨタとかもついてるし。でかっ。イメージな、こういうのに、トヨタさんは。トヨタ、ノエビア。いや、見てえな。三井住友。いや、でっか。でっか。これは硬い。硬いわ。アルコ&ピース、DC ガレージ。改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。結局でも太鼓のリズムは、この和太鼓だけじゃなくて、あのアフリカとかにも太鼓あるじゃないか、一番最初に奏でたリズム、で、それはやっぱり神事、神事、で、やっぱこう人間の鼓動、脈に一番近い楽器、一番古くて、一番人間に近いのが太鼓とされる。だから我々はどっかで鼓動、この内側から響いてくるエネルギーを太鼓から感じることができる動物だと。それは角田さんの太鼓でもより感じていただいてってことか。っていうのは、そのオープニングで角田さんがマイクで、松なめで言うじゃん。ぼやっとした角田がさ、いやだから安倍前やってんじゃん。配信で出すかな。絶対あるわ。2月です。2月入りましたね。入りましたよ。もう早いね。ね、本当に。だから2月といえば、酒井さんの鬼アクター、鬼アクター、新米パパ腕まくりですよ。腕まくりですね。節分、ねえ、だから私は先輩パパとして先輩アクターであり、そう、先輩パパでもあり、その鬼アクター具合の難しさ、もう知ってますから、怖さも知ってますから、あ、本当ですか、
僕も最初は子供は一人、はい、まあ、幼い、長男の自分から、はい、鬼として立ち回ってますけども、うん、二人になるとムーブが変わるから、ね、なるほど、うん、そうですね、そう、やっぱり子供と遊ぶときゲームでも何でもそうだけど、うん、いかにして勝っていかにして負けるかなんだよね。おうおう、スリルとギャン泣きのギリギリの間の攻めからの大逆転、うん、物語の奥行き作り、単純に自分たちが勝って、はい、鬼が負けてくれただと、はいはい、楽しくないんだよねやっぱり、はい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 、だからジャンプとかコロコロ読んでもらうとそうだけど、うん、バトル系って、うん、ギリまでいた負けるかもで勝つじゃん、うんうん、その醍醐味だから子供が喜ぶのって、なるほど確かに、で個々の豆の攻撃では効かない、うん、これやっぱりこれの教育も入れ込みたいから、2人で力を合わせた時、うん、そしてどちらかがどちらかをカバーした時に最大の力を発揮するんだっていう気づき、うん、なるほどね、ギリギリまで行って片方の腕を押さえて、そうそうそう、最後に必殺技2人で行こうぜが一番いい、あの無理を一切で、ご飯のカメラマンで後ろで悟空が片手のカメラマン、そう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 支えてるやつの、あの名場面、無理だって生後1ヶ月のやつ無理だろそれ、豆片手で右肩と勝負して後ろから姉ちゃんがガーって投げてる半透明のずいんだよな、確かに泣いちゃうからな本当に、1歳2歳ぐらいだとまだあれだ、どうなのかな、あれちょっとリアリティのあるコスプレでさ、はい、ハロウィンなんかでもそうじゃん、うん、あの親がわーって出てきて、うん、子供が泣いちゃってびっくりして、うんうんうん、でね、お前これ虐待じゃねえのかよみたいなコメントがね、あ、そう、少なくないんですよ今、はあ、だから生ハゲなんかとかでも泣かせんのってどうなん、そういう人もいるんだ、でも俺らも多分そういうのやられてるじゃん、うん、ちょっと怖めで泣いちゃったとか、うんうんうん、覚えてる覚えてないですね、覚えてないんだよね、多分きっとやったんだろうけど覚えてないです、ね、人間の本当に優れた部分、うん、時間とともに記憶が薄れゆく、これは神が与えたものはギフトだからね何よりの特効薬、まあそうだね、そういう意味ではそうかもしれない、ね、うん、確かに、その時感じた一瞬の怖さよりも後々 V で見る朗らかさの方が、はい、僕は勝ると、あ、そうですね、思いますね、確かに思い出だもんね、あ、全然覚えてねえけど、わ、怖かったんだろうなが強いですね、うん、多分、うん、確かに、やめましょう、もう一個です、うん、なし、代弁者ってすごく難しいからね、本来子供が、本人が言うなら分かる、あ、そうだね、怖すぎるだってそうだね、ライン守ってって言うなら分かるんだけど、うん、他のやつ、他人のこの代弁者はまあ難しいですから確かにまあ、ちなみに毎年お話しさせてもらってますが、酒井さんの地元川崎では、村の若者から一人鬼が選ばれ、隣の村で暴れて命を燃やし尽くすという風習があります。かつてあった、ないです。そしてこの鬼に選ばれることは誉れなこと、本来誉れなこととされていましたが、歴史のどこかのこの変換で鬼が忌み嫌われし者になった。ないってだから、これはこの、諸説あり、諸説もないよこれ。そうですよね、だから川崎の中でも今若い人たちはその祭りのことも知らないという人たちが増えてきて、やってないから知らないですよ、それは。おじいちゃん世代が若い頃にその風習を守ってきたが、うん、今の若い子は知らないだろうな、おじいちゃんたちも知らないです、やってないから。なぜならこんな風習は川崎、川崎の木は鬼の木でしょ川様でどういう字なの先はわかるけどさ木だけだと川様どういう字確かにそうだ、ね、あとね、劇団四季でバックトゥザフューチャーやる、そうね、来年4月から、まあ話題ですけど楽しみだね、これは。どれをどういう表現するのかっていう、これもうちょっと文化放送でもちょっと拾った話なんですけども、はいはい、だから全編ってわけにいかないじゃないですか、細かい描写も、うん、最初のほらでっかいアンプでギター弾いて吹っ飛ぶ、はい、うん、あそっから始まるわけないでしょ、うん、あそどうかな、あそっからかな、あれだってまあ名シーンじゃ名シーンじゃないですか、ね、あれやるでしょ、
ドクの部屋の時計をね、わーって舐めて舐めて舐めて、でよーく見るとあの時計台のね、うん、飾り物が その時計、あのね、あとある時計の中に飾られてて、でマーフィーが引いて吹っ飛んで、だよね、その後ねオーディションまで、そうオーディションやる。そあでも歌うからね、やっぱミュージカルだから、ああそこはそうですね、メインかもしれない、ね、そうは歌の場面は飛ばさないか。アインシュタインの餌あげる機械っていうかな、ああ、はいはいはい、未来なのか過去なのか、うん、あれワクワクしたけどな、あれいいよね、あれスリーになるとただあの氷を作るだけって、そう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 、西部開拓のね大げさな機械で、ああうわ楽しみこれ。でもあのねライブのシーンとかは必ずねジョニー・ビーグッドとかで、最高のシーン、うん、ちょっと時代が早すぎたやだ、うん、君らの親にはウケる。おちょっと聞いてくれこんなやついるぞ。最高、そうだなあれ最高。あの鍵を壊そうとして手怪我しちゃうバンドメンバーも出てくるかな、 あ、 あそこも歌にしたりすんのかな。畜生手を怪我した代わりのバンドメンバーをよこしてくれ。めちゃくちゃ面白いけどな。超大作だな、これ。だから今、既存で歌があるシーンだけでは、ミュージカルとしてはもしかすると足んない。そうか。チャーン、チャーン、チャーン、チャ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 ン、チャンチャンを歌詞つけて歌う可能性、うん、なるほど。ちょっと怖いっすよ。そこはどうなんだ？怖いね。いや、で、うん、でも、でも大いにあり得る。あり得るか。うん、過去から。やだやだやだな。もうやだな。カラーがもうやだな。なんか、無理に入れてるな。あってねえよね。とかだったら嫌だから、それはもう、まあ、でも指揮さんに任せようよ。でも、でも、でもある、あるんだよ。ある。父と母の若き時代へと。全部言っちゃうんだ。言うなやってなるね。アインシュタインは。だからあの、ライオンキングのキリンとか動物たちがね、はいはい、そうやっぱキリンは顔が出てて首が長くてって言われる描写で演出されてるけど、うん、アインシュタインどうなるんだろう。そうだね。もろ、顔の部分人だ。で、アインシュタインおいでって。そこもでもうまいことやるだろう。そうだね。もう途中からアインシュタインにしか見えなくなるよ。いやー、どんな解釈するんだろうな。あとなんだろう。あとはだからビーフもか、ビーフ。ビーフ。なんだ、そもそもじゃあ車どうすんだって。そうだね。うん。うん。デロリアン。デロリアンの表現。まんま車を使うのか。横スクロールで。薄いベニヤみたいな。みんなで歩いてこう。でタイヤだけ回ってる描写を後ろでぐるぐる回して。タイムスリップの時ちょっと早足で。デケデンデケデンでごまかして。それ原作はこれは熱いからそこはデリケートなんじゃないですか。そうだよね。だから1だけか問題もありますよ。そう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 、2、3どうなんだっていう、うん、2のあのジョーズの飛び出す看板とかさ。熱いな。あれ再現されてたら熱いよな、うん、ホバーボードもどうする。そう、ホバーボード問題も出てくるからね。そうか、黒子なんじゃねえか説ね。あ黒子がホバーボード持って。でマーティー役の靴とかがすねについてて、うん、はいはいはい、そっから下は黒。いやぐらいやんないと無理だよ。まあそうだよね。2は、うん、3はこの汽車のデカさのね、そのネックの部分だ。1は最後のほらあのトヨタの四駆を、はい、あのビフが磨いてるシーン、最高のシーンね。でもあれだからバサーッで、黒幕取ったら、うん、ガチのトヨタの四駆車。たっかたかの。そこはガチだ。ワックスをかけときました。二度かけたか。すいません、今からやるところです。いつもあの調子なんだ。それも最高のシーンだからあるはずだろうね。ちょっとこれは、これは超間違いなくいかなきゃいけない。来年4月から。
うん、チケット取れるかな。本当だ、これは行かないとな、ね、うん、あとね、渋谷のツタヤのロゴがリニューアルしました。はい、4月にリニューアルオープン、ロゴも変わるらしいということで。これは渋谷限定？ツタヤ自体ですか？ツタヤ自体のこのあれになるんだ。でもツタヤ自体じゃないですか。そうだよね、渋谷だけってことないよね。どうなの分かんないけど、うん、逆スライムのシルエットみたいな感じ、ね、なんか、ね、あれじゃない、なんだっけ、こんなのなかったっけ、あのスカイパーク TV じゃねえや、なんだっけ、ワウワウ、あれなんだっけ、スカパーか、スカパーだよね、違ってた、うん、スカパーっぽいよね、うん、あとシト、うん、これさ半年ぐらい経ったらゆっくりこの黒いマークが端からめくれてきて、うん、なんかスカパーコラボみたいになったりしない？スカパーとコラボ知らないけど電通さんやってない？でエヴァともコラボできるし、反対めくったらシトになってて、え、渋谷ツタヤだけの一応渋谷ツタヤのロゴなんだ。そうなんだ、何なんだろうねこれ。でも何なんだが多分一つね、うん、あ、 T、 あ、 T、 あ、まあまあ、うん、 T、 T、 こういうこと、丸い T を斜め上から見てるとかそういうこと、うん、 T、 T なんだって、柔らかい T、 丸い T、 T、 へえ、なんか渋谷のちょっと先鋭的なイメージではなく、丸みを帯びた球体で、うんうん、水滴とかなのかな、あのほら春の小川って、うん、渋谷を流れてる川がもともとあったねえか、それはねえか、関係ねえ俺あの話好きだからさうん、まあ、ロゴって難しいよねこんな、まあね、すげえわ、なんか後付けで言われれば納得するんだろうな、うん、なんかあんだよきっとね、うんうん、きっとなんかあるの。これさ反対から見た時にこのロゴね、うん、そしたらツタヤのこの文字もえあやつーすたたたたちゃうよということで、アルコ&ピース DC ガレージ本日も最後までお付き合いください。アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい、あのね、このラジオリスナーはみんな知ってると思うんですけども、うん、僕コーヒー飲めなかったじゃないですか、うんうんうん、ちょっと前、うん、数年前まで。今はもうね日で3杯飲まないとダメになっちゃって、しかもブラック一切なもう、はいはい、もうダメ、すっきりしない、うん、なんかが、うん、お腹空いてもコーヒーだし、はいはいはい、ブラックコーヒーだし、うん、なんかブラックいもの食べた後もアイスコーヒーだし、いい、ね、必ずコーヒーなんですよ、うん、でこの仕事って結構合間時間が空いちゃうこともあるじゃないですか、はいはい、そしたらアンケートとかなんか書き物提出物とかを喫茶店で書いたりするんで、うん、1日まあ2回ぐらい喫茶店、うん、近場の行くことは多いんですけど、うんうん、はい、まあいろんな人が集まる場所じゃないですか、はいはい、そしてなおかつ僕は、うん、まあよく嫌な思いをする、はいはい、引きのある、ね、引きのある男じゃないですか、うん、あんだけ空いてる新幹線の指定の座席で酒井が座ってて、マネージャーが座ってて、みんなバラで座っててガラッガラなのに俺んとこにでけえ男が座る謎。ふのさんとこの間も喫煙所行って平子さんの周りだけ外国人のでっかいやつが本当に俺とふのさんとかもう隣誰もいないですね、他ぎゅうぎゅうで喫煙所行ってまたあれかってふのさんかわいそうだななんでなんだろうっつって俺あるあれ何なんすかね、わかんない引きがね、俺気にしいだから、そういうのも、うん、俺が移動すると、うん、この人気にしちゃうんじゃないかなと思って、うん、あ全然そう、日本人だろうと外国の人だろうと、うん、フレンドリー OK 全然大丈夫、俺気にしないよって、うん、旅は道連れじゃんみたいな顔して最後までね肩ギューッとすぼめながらやり過ごすんですけど、うん、まあ喫茶店もね引きがまあ悪くてですね、まあ経験ある人も多いと思うんだけど、うん、もうちょっと最近だけで溜め込んでる、はい、ちょっとケースをちょっと聞いてほしいんですけど、我々金曜日もラジオやってるじゃないですか、はいはいはい、その前に僕2時間ぐらいちょっと開くんですよ結構、うん、収録終わってラジオまで、うん、で
スタジオの近場の喫茶店よく行くんですけど、うんうん、端っこの席好きなんですよね。はいはいはい。なんか後ろに人がいるっていうのはあんま好きじゃなくて、うんうん、端っこの端っこ、壁際に、うんうん、で行ったらたまたまちょうど角の、うん、いい感じの角が空いてて、あ、よかったと思ってそこ座って、うん、で他も空いてるのある程度、うんうん、したらなんか、なあ、もうなあ、大学4、もうザ大学4年生みたいなやつが4年生なんですよ、うん、電話しながらこっち歩いてきて、うん、ごめん、定位置占拠されてますわ。マジマジ、はあ、やばいね、やば、知らねえ。それ聞こえるように、いや聞こえる、もうもろもろ、もう本当にもう1メートル2メートルの距離で、ああ、だから他のとこで、うん、他のとこ、うん、取っとくから、うん、待ってます、はい、はあつって、おう、まあ、ああ、一席開けて、うん、一席に座って、うん、4つ分の席を作って、うんうん、待って、はい、あんたわけあかんねん、電話すんな、その間も、うん、もし4つマジでマジでいるんだ、4年だね、ま、そう4年、4年、うん、マジでいるのか、4年で、4年で、うん、細かい描写をすると、うん、なんかニット、黒いニットに銀のシルバー、うん、アクセを垂らすタイプの、あ、なるほどね、つけてるやつで、ちょっと小金持ってそうな感じを見せてるやつのとこに、女の子が来ました、 おいっつって、うん、なんかよくわかんねえ、茶香でか知んねえけど、うん、なんか知んねえけど、そういう女が来てね、座って、そしたら大学2年だか3年だか後輩みたいなやつが、サークルでキョロキョロしてるようなやつが来て、お疲れ様です。お出ししました。つって、大丈夫です。あ、大丈夫です。もう、あの、入り口で。あ、じゃあいいよ。もういいよ。連れてきちゃいないよ。つって。そしたら、気の弱そうな、なんか、白トレーナーみたいな、おしゃれ知らずみたいなの来て。よろしくでーす。なんとかでーす。携帯で、おそらく電卓だと思うんだけど、月いくら欲しいか。押してみて。マジ？はあ。バーカ。そうですか。そういうやつ。そうで、そいつ、もう、要所要所で、もうベラ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 喋ってっから、要所要所で、まあ、ベタですね。いまだに疲れるんですね。NASA！ で、おめえが、NASA が関わる、なんか商品開発みたいな。なんでそれを知り合いの知り合いに教える旨味が、ネズミ講でもねえのにあんだバカ。下手くそ。下手くそ。使うな、NASA も。ネズミ。ネズミ大学生。ネズミ大学生ケース。まあ、これあるんですよ。よくある。これは、あの辺多いのよ。あ、そう。すげえ。注意書きもあるんだけど、その禁止って注意書きもあるんだけど、まあまあ多いんですよ。あ、そうだ。それも関係ないけど、その時の、その、女子、うん、そっち側、うん、先輩側の女子は、うんうん、あのね、かつく、あの、説明してんのよ。うん、バーって説明してんのに、うんうん、あえて、うん、その間も、あの、気取らず携帯で友達と喋ります感を、あ、もしもし、全然大丈夫って、家族ですみたいな感じを、喋ることで演出すんだよ。そういう感じ。職悪いな、親いいんだろ田舎があって、育ててもらって、出してもらって、学位やらない、大学は知らねえけど出してもらってさ、石津気づいてもらって、ようやく一人出したと思ったら、それかよ俺娘行くからさ。まあそうだよね。考えちゃうね。スリムチャコーデかなんか知んねえけどよ。うわぁ、すごいな、当たってるなぁ。とか。とか。他にもある。とかですよ。全然っすよ。はぁ。これはちょっとショートタイプなんですけど、うん、まあこれもとある、あの、喫茶店、有名なチェーン、はいはい、喫茶店で、思い浮かぶかどうかわかんないですけど、一応、二人、腰掛けられんで、で、その真ん中にテーブルは一つ。はい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 。で、まあ、知らない人同士でもシェアで使ってくださいね。はい、だけど、サイズ感はどう見ても、まあ、一人使ったらギリギリ、一人座ってたら横はちょっと座らないよねって。はい、まあ、パンパンだったらわかんないけど。う
で、それも、まあ、ある程度入ってて、うん、普通の20代、30代前半ぐらい、綺麗な女性の方が、横座るんですよ。うん、まあ、うん、まあでも、別にそれは大丈夫ルールとか、うん、これは別に何、どうのこうの言うわけじゃなく、うん、で、人来ないと思ったから、その小さいテーブルを自分側にちょっと引き寄せてたんですよ。うん、僕ちょっとね、パソコンで作業してて。はい、で、来るんだ。まあまあでも、ここがいいっていう人もね、うん、また他の席は形式がちょっと変わるから、うん、ここじゃないとダメっていう人もいるだろうから、と思って、その人が、飲み物買ってきて、そしたら、俺はテーブルを自分の方にちょっとずらしちゃってたから、うん、そっちの方にずーってずらし直して、はいはいはい、あ、どうぞすいませんって言ったら、うん、はい、それがルールなんで。え漏れてるな。もうマジで言ったら、これはまあちょっとライン難しいんですけど、まあそうなんでしょうね。二人席、ね、設定で、ね、真ん中で、二人で使うっていう設定なんかね。うん。うん。あの、すごいわ。分は、どうぞ、とかじゃないから。うん、あ、すいません、どうぞ。うん。はい、それがルールなんで。じゃんか。うん。で、ね、まあ、そんなショートタイプもいながら、うん、これはこう、次は最新。これはね、この文明の危機がここまで発展したからこそ、うん、起こってしまった悲劇。なんだ。果たして加害者はいるのか、全員が被害者なんじゃないか。スリー重いな、テーマ。スリーはやっぱりね。スリーになると。ワンで当たってツーでもなんとかこらえたから、スリーも一応。これはスタバなんですけど、うん、今、スタバカードを持ってて、うん、それをアプリで登録できるんですよ。うんうん、そうすると、スタバって結構並ぶじゃん。はい。並ぶんですけど、アプリで、その地図が出て、今この店舗でっていうの、店内とか持ち帰り選べて、注文、飲み物でも食べ物でも、今店舗にあるものを選んで、ウェブでオーダーできるんですよ。そうするとそんなに待ち時間もなく、その専門のカウンターからパッと出してもらって、スッと取ることができると。僕最近それを用いてるんです。楽なんで。で、あと何分ぐらいで着くかなと思ったらそこを押して、着いたぐらいにちょうど出てるとか。まあ、店内でちょっと待つとか、はいはい、でも並ぶ必要には座って待ってられる、うん。で、まあ、とある場所で、うん、まあ、品川駅なんですけど。あそこね。はい。上のところね。そうです、そうです、はいはい。で、席空いてたから、うん、そこ座って、うん、そのモバイルのオーダーをしました。うんうん、あまあ、いつもなんかどうかわかんないけど、混んでって、うん、10分ほどかかりますと。うん、まあそういうこともよくあるんで、うん、ああ、わかりました。ってことで、まあ、iPad を広げて、ちょっと作業をしてたんです、うんはい。で、隣にはちょっとサラリーマンの、もう俺はちょっと年上かな、はい、50前後ぐらいのサラリーマンらしき方が座ってらして、うんうん、正義感が多分強い方なのかな。うんうん、まあやってて、うん、まあ5、6分作業をしてたら、うん指で僕のテーブルを、うんおおはい、別にその勢いよくじゃなくて、うん、コンコン、うん、気づいてっていうぐらいで、うん、コンコンって、うん、最初びっくりしてよくわかんなくて、うん、そしたら2回目、うん、あ、はい、うん、注文されてますほうほうほう注文しないといけないじゃん、もちろん注文せずに、うんただ座るだける、場所だけを確保するために、うん、は、そういうご使用はやめてくださいねっていうのは注意書きもちろんあります。うんうんうん、各店舗そうです、うん。モバイルオーダーの落とし穴。うん、あれこいつ、買ってねえのにただ座ってるだけなんじゃねえか、うん、見られ問題。って思ったんだな。たまたま正義感の強い方。うんうん、そこに横に座る引きの強い平子。うん、ご注文されてます、うんびっくりしちゃって、何のか分かんなくて、うんうん、あ、はい、うん、あれないぞみたいな顔されて、うん、注文次第で座ってるの多分ダメっすよ。うん、あ、どうすんそれ、うん。アプリで今来るんすよ。うんうんうん、つって、うん、なちょはみたいな、多分システムそんな知らない、うん、知らないけど、うん、今アプリで時間来たら取りに行く。うんうん
やつで、うん、もう言葉少なめに、うんうん、あっちは一回バカ意味が分かってない、うん、で多分刺したんだろうね、うん、あって思ったんだろうね、うんうん、ただ後に引けないっつって、うん、でもではねえじゃんでもじゃねえじゃんまた戦おうとするんだよ。ごめん、そこは、あなたの一発目の、一本目の正義感は分かった。それ理解できる。偉いというか、まあまあ、そういう人もいるだろうからね。良くない使い方する人も。あなたの一本目の正義感は分かるけど、二本目は、勇み足だろ。でもではない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 ですね。ああうん、で、通知来て、うん、取り入って。うん、うわで、俺、さすがにこれは無理だった。さすがにこれは無理だった。うん、これだから、うん、加害者は俺はいないと思ってるんだけど、うん、他の席空いたから、うん、iPad スッて取って、うん、ちょっと離れたところに行って、うん、その飲み物、うん、コン。見なかったね。向こうは。これはだから、なるほどな。だからね、謝ってくれてはないのよ。うんうん、これが、あ、すいません。別にこっちまで来なくて、ちょっとなんか、めくわせて、うん、すいません。はいはいはい、あ、勝手なせい、すいません。余計なこと言って。うん、いや、全然、こっちも、そんな全然、選挙の強い人っていう認識はあるから、うんうんうん、いや、やったら、うんそこまでして初めて、うん、あそうっすね。加害者なき、はい。悲劇。そうですね。うん。はい。になるわけじゃないですか。そうっすね。だから、この正義感の奥にある、まだ拭いされてないプライド。うん。うん。もしかすると、うん、これをお聞きの皆さんも、俺らもまだ持ってるかもしれない、はい、余分なプライド、余分な贅肉、うん。うん。うん。そぎ落としていきましょうよっていう。プライドデトックス。プライドデトックスラジオですよ。ワン、ツー、スリーで劇団四季いけるかな。アメリカの三部作。曲いきます。はい、一戦でジュジュ。え？ジュジュで一戦。はい、ちょっと待って。先生。いや、先週の件もあるんで。これ、この並び見て、いいじゃないですか。ジュジュと一戦で見て、一戦でジュジュってありますね。最近ある、あるけど、こういう感じの。間違えた。一戦ってバンド名いかつくない？ソロかな？わかんないけど。ソロかな？意外と本名だったりすんのかね。意外と本名で、じいちゃんつけてくれたみたいなね。長いな、やっぱり。確かに長いわ。ごめんなさいね。改めて、ジュジュで一戦。メールが来ております。高知県ラジオネーム、ミーマトーちゃん。先日の放送で、酒井さんが、うん、あ、義理の父ね、矢端川のね、うん、酒井さんがお父様との会話が難しいという趣旨のお話をされていました。うん、そこで盛り上がる話題として、競輪史上に名を残す矢端さんが立役者となった全員失格事件のお話をされるのはどうでしょう。何ですか、それは。ちょっと私知らないです。あ、そう。もともとだから、お父様が競輪選手、はいはい、ね、やってらしたということですけど。時は、平成20年12月14日。これ、縁ですね。いわき平競輪場での出来事。あ、そこか。あ、僕の地元だ。その日は朝から好天で、よもやあのような大事件が起こるとは、誰も予想だにしていなかった。それは第10レース A 級準決勝、うん、9人でのレースで起きた。レースがスタートし残り2周を切った時点で、うん、青の勝負服を着た矢端がスルスルっと先頭に上昇。いいね、頑張れ。しかし他の選手はそれを意に介さず、うん、矢端を放置、うん、そこで腹をくくった矢端が残り1周半から猛ダッシュ。頑張れ、いけ。他の選手を大きく引き離し逃げを開始、うん、すると、いけいけいけ、先ほどまで晴れていた空が、一点、かき曇り、一筋の雷鳴が走った。本当かよ。雷鳴とどろく中、逃げる矢端。実況中継が悲鳴のような声を上げる。そう。自らの不注意等により、矢端に逃げ切られてしまうと、矢端を除く8人全員が失格となり、半年の出場停止という厳しい処罰を受けてしまうのだ。おう、必死に追走する後続選手たち。しかし、矢端との差は、つまらない、うん。青の勝負服を身にまとい逃げる矢端、うん。その姿は中国古来より伝わる伝説の青龍を彷彿とさせるものであった。そして、そのまま逃げ切りに成功した矢端。当然、後ろの8人は失格、うん。しかし、ああ、なんということであろう。
逃げ切りに成功したかに見えた矢端は、別のルール違反により、自らも失格となったのである。これが稀に見る全員失格事件。後に、競輪戦国史に矢端の乱として名を刻む事件の一部始終である。はぁえ、これどういうことなんだ？他の8人がまず失格。失格。なっちゃうんだ。うん、追わなかったってことで、ああ逃げ切られちゃうと、なるほど。あ、なんかゲーム性を重んじたルールがあるのかね。なお、競輪全員失格と検索すると YouTube 等で当時の映像を見られます。見た。へぇ政治は別でなったんだ。失格になんか、なんか、違反があったんだ。関係ねえとこで。もったいねえな、なんか。もったいねえ。いや、これさ、もうさ、一緒に飯食ったりさ、うんうん、それで二人でね、話をする。知らないわ。特にあったわけじゃん。はいはい、話に詰まるような時もあったわけじゃん。はい、隠してんね。うん。一番最初に話しちゃうね、この話。隠してるな。へぇー。すげえ。全員失格事件。おっさんまいじんなよって言われるかもしれないね。もしかしたら。さすがにそれなしやん、とか言うかもしれない。めっちゃ切れるかもしれない。うん、あれケンちゃん芸人なのに空気読めなかったっけ誰から聞いたって言われそうだな、ね、誰から聞いたのめっちゃ怖いやつ怖いな、なんか優しそうだから怖いな嘘飲もう嘘嘘嘘めっちゃ切れてるやつだこれ劇団四季聞けるかな失格事件いやもう清流は出てくるだろうね青い競輪選手がブワー短いだろうね短いだろうねこれの3時間ぐらい伸ばすの大変だよね若手の椅子がお試しで1回休憩の今とかで俺この題材っすか身内だけで見せるセレクション舞台だピース DC ガレージさあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう直火ローストのコーナー誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしいこの番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございますということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっておりますはい、はい、では参りましょうラジオネーム、ガイルガーゴイル。飲み会のことを、デュエルって呼ぶタイプの友達呼んでいい？やだよ。今日デュエルでさ、やだな。こないだデュエルにいた女の子さ、やだな、嫌だな。続きまして、ラジオネーム、ゼンマイネズミ。タイムカプセル埋めた場所にタワマン立ったけど質問ある香ばしくないからかわいそうだ悲しいよ悲しい悲しいよあでもあるだろう普通にあるだろうねこんな今都内だったらねかわいそう続きまして奈良県ラジオネーム月指もうちょっと重力あってもいいけどな。かっけえ。香ばしいな。かっこいいな。マジ？軽いんだ。マジかよ。かっけえ。行ったことねえわ、これ。いつ、どこで誰に言ってんだ、これ。続きまして、ラジオネーム、終電まんじ。孫よ、わしは若い頃にうなぎの養殖に成功したことがあるんじゃが、いろいろあってもみ消されたんじゃ。その時に衝突した組織の名を聞きたいか？すげえ、じいちゃん。じいちゃんすげえ。我々も知ってる。もしかしたらね。巨大な組織なの。巨大な。
うなぎ？うなぎの養殖を阻止した組織。近代？近代？近代？近代の可能性あるよ。もう、マグロちょっと成功しかけてるから。続きまして、ラジオネーム君はスパークリング。わしの父が三郎で、わしが三郎だったから子も素数がいいなぁと思って十一郎にしたけど、にも素数じゃったか、二郎でよかったの。素数縛りにすんだよ。十一、二、五もか。五が一番いいじゃん。五郎が一番いい。五郎やね。二郎。素数のこだわりの人ってああいるよね。美しくすぎるんだってね。あ、そうなんだ。おう、あ、俺説明されたことあるけど、うん、何のこっちゃ全く分からない。俺もよく分かってないけど。続きまして、埼玉県ラジオネーム、ストレンジラ。俺クローンでさ、オリジナルではないんだけど、世界に一つだけの花の歌詞響くんだよな。いや別にいい、ね、うん、なんか芽生えた感じがね、え、うん、心が悩んじゃってんだね、うんうん、クローンなのにこのあったかいもの何、うん、涙よ。ラスト5分だね。いや、一回暴走したじゃん、これ。絶対してる。続きまして、ラジオネーム、チェコの大砲。マジで気ぃつけて、言葉を発する前の息遣いで、何言うか先読みしてくんのよ、オレンジのアレクサ。これさっきの暴走マシンの元じゃん。AI が先走って。怖えな、曲流してきて言う前に。明日の東京の気温。怖っ。すげえな。続きまして、ラジオネーム、ガンジス川。ケイン小杉とモンスターボックスってワード入れた俳句完成させたことあるよ。無理だよ、無理だって。モンスター、ケイン小杉、ケイン小杉だろ。モンスターボックス、でもまあ、崩し字余りでね。あ、まあそうか。崩し。で、意外とさ、あの先生もさ、うん、例の先生もさ、うん、崩せばいい感じない？ああ、そっちの方がね、美しいっていう時もあるもんね。どっちが先なんだろう。1行だ、5文字じゃん、後に出したらもう。ケイン、先に入れるか。モンスターボックス。え、モンスターボックスが最後かな。ああ、最後ね。うん、ああ。なんとかかんと。踏み板を。踏み板を。踏み板を。ケイン。鳴らし。ケイン小杉。モンスターボックス。全然美しくない。やりすぎたや、人の俳句。ラジオネーム、5% の男子。俺、おでんのことは、でんって呼んでる水炊きよ。なんでだよ。なんで、おうつけないんだ。おっか。自分が上だ。自分が上だと思ってるからね。尖ってるんだ。水滝が。続きまして、ラジオネーム、チンシャエール。俺、トイレに座るときも足組んでるよ。だからな。つゆってんだよ、だからみんな。はい、ということで以上です、うん、ちょっと強いっすね。強かったね、うん、今週の。そうだね、これかな。スーパー香ばしい、ラジオネーム月指の。もうちょっと重力あってもいいけどね。強いね。さあ、ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。
アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットに加え、今週から新たに期間限定で発売中のアーモンドチョコレート抹茶を追加した6種の詰め合わせでございます。はい、めっちゃ抹茶です。めっちゃ抹茶。あの宇治の、宇治のいい抹茶。うん、宇治のいい抹茶飲みたいんだったらこれ食えば海外の人絶対ね、そうだ、ね、インバウンドグーグーって喜んだよ。モンスターって指数えてた。指折ってた。いけるかな、じゃないでしょ。放送でスーパー香ばしに選ばれたリスナーには DC ガレージオリジナル 3V 明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所の本名を忘れなく。引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、矢端誠二は中国古来より伝わる伝説の清流だった。いいなぁ、義理の親父清流で。